皆さん、こんにちは。世界進出を夢に、キング&プリンスを脱退、事務所を退所し、滝沢秀明氏率いる 2B に合流した平野翔さん、神宮寺勇太さん、岸優太さん、この3人によるダンスボーカルグループナンバーアイはゴーとボンで世界的に認知され、本格的な世界進出も目前の状況です。ここにさらに背中を押すかのように、ある人物の 2B 合流がささやかれています。その人物というのが元カトゥーンの赤西仁さん。なぜこのタイミングで赤西さんの合流がささやかれ出したのでしょうか。調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。芸能タックル。昨年5月22日にジャニーズ事務所を退所し、今では滝沢秀明氏率いる 2B にてナンバーアイとして奮闘している平野翔さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんの3人。ナンバーアイは5月27日にミニアルバムナンバーリングの収録曲ボンを公開し、1日と13時間15分で1000万回再生を記録するという大記録を打ち立て、オリコンデジタルシングル、アルバムとともに1位を獲得したことで2冠を達成するなど快進撃を続けています。発表されたこのボンは和のテイストをふんだんに盛り込んだ楽曲であり、さらには歌詞やミュージックビデオ鑑賞の注意事項に翻訳をつけるなどして、海外ファンも楽しめるものとなっています。このように海外進出を意識しているナンバーアイですが、メンバーの中でも特に平野翔さんについては、以前から海外での活躍について事務所のことでいろいろと噂されてきていました。最近ではスノーマンのラウールさんがパリの事務所に所属したことを発表していました。そこでイヴ・サンローラン・ボーテのアジアアンバサダーとして活躍している平野さんも、ラウールさんのようにパリの事務所に所属するのではないかと噂されています。ラウールさんは一時はスノーマンを抜けるのではないかということも心配されていましたが、スタートエンターテインメントのアイドルとして活躍しながら、パリのモデル事務所とも契約し活躍していくということで、ファンを安心させています。平野さんもナンバーアイはもともと海外進出を視野に入れて活動しているグループではありながらも、 2B に所属しながら海外の事務所にも所属することでもっと活動の幅が広がり、活躍できるのではないかと考えられているのです。またかつては韓国のハイブへの所属も噂されていましたよね。ハイブは BTS も所属する大手芸能事務所で、所属アーティストにはルセラフィムの元 HKT48 の宮脇さくらさんら日本人メンバー2人が在籍していたり、さらに日本本社ハイブジャパンの参加レーベルネイコに元欅坂46の平手友梨奈さんが所属しているなど、日本の芸能界とハイブの距離が近いことから、平野さんのハイブ移籍説が伝えられていました。しかし結果的に平野さんは 2B への所属を選びました。またこの頃ハイブ傘下の事務所アドアの代表取締役であるミンヒジン氏が独立を画策したとして、ハイブから刑事告発されるなどのトラブルが報じられ、所属アイドルの一挙手一投足にも注目が集まっていました。平野さんがキンプリを脱退した1年前には、ハイブがこんな状況になるとは夢にも思いませんでしたが、万が一平野さんが本当にハイブへ移籍していたら、この内紛に巻き込まれていた可能性もあるため、平野さんの仕事関係者やデビュー当時からのファンの方々も、あの時韓国行きを選択しなくてよかったと改めて安堵したことでしょう。芸能タックル。さて、そんな平野さんの事務所問題についてですが、中国への道も噂されていることを皆さんはご存知でしょうか。平野さんは退所前から中国へ進出する計画を知人に相談したり、セルフプロデュースの方法を調べていたと報じられていました。そしてここで浮上したのが、同じくやめジャニで元カトゥーンの赤西仁さんの 2B 所属の噂です。
赤西さんは2023年4月13日に中国で動画配信サービスヨークで配信開始されたレイモンド・ラム・リンホー主演のファンタジードラマ凌雲詩で中国で活躍している前例があります。赤西さんは中国の SNS サービスウェイボーを利用していますが、赤西さんのアカウントには現地ファンからの絶賛の声が相次いでいました。2014年に旧ジャニーズ事務所を退社しソロ活動を開始した赤西仁さんは2023年12月25日に黒木メイサさんとの離婚を発表し話題になっていましたが、その後の住まいについてどこなのかを明言した情報はなく、現在についてどのようになっているか定かではありませんでした。そんな赤西さんが日本マクドナルドサムライマックの新 CM 好きな方へ一歩編に出演し、また日本を中心とした活動に力を入れるのではないかという話が浮上したのです。海外志向の強い赤西さんですが、国内でも数字を出せる人物で、2023年7月にはソロ活動10周年記念ライブを代々木国立第一体育館で開催し満員御礼、世間からの注目度は高く、当時誰かトナカイの公式 X に投稿された赤西さん出演会の15秒間の予告ダイジェストは1日で550万回再生を突破、300件を超えるコメントが書き込まれました。赤西さんは日本での活動に意欲を燃やしているようで、2023年12月17日放送の松本中井に出演した時には番組中 MC の中井正広さんから今後について聞かれると、そろそろ来年あたり日本で芝居やろうかな、歌もお芝居も学校とかも作ってみたいと言及していました。このように事務所を退所し、日本での人気はそのままに、今では海外で話題になっている赤西さんの前例で、平野さんは中国進出にも興味が出ているはず。そこでスノーマン・ラウールさんのスタートエンターテインメントに所属しながらパリの事務所にも所属し、アイドル・モデルを両立するという形が平野さんや赤西さんにも当てはまります。平野さんも赤西さんも海外進出を視野に入れ事務所を退所したという共通点がありますが、赤西さんが 2B に所属すれば海外での活動に力を入れながら日本でも活躍できますし、それは平野さんの今後の動きにも影響することでしょう。赤西さんといえば滝沢氏と SNS でやり取りするほか、プライベートでも食事に行くなど親交が深いこともあり、一部では赤西さんが 2B に所属するのではないかという憶測が以前から飛び交っていました。しかし昨年の時点では赤西さんは、僕がタッキーの事務所に入ることは 100% ありませんときっぱりと否定。この投稿にファンからは、ジン君らしい、こうやってはっきり言ってくれるの本当に素敵だしかっこいい、思わず語尾で笑ってしまった、信頼しかない、コラボはいつでも待ってますなどの声が上がっていました。この時の言及から1年が経ちました。ナンバーアイもあれからどんどん活躍して、あの時とは状況が変わっています。赤西さんも日本での活動を改めて視野に入れ始めたということで、 2B との合流の可能性はゼロではないのではないでしょうか。果たして赤西さんはナンバーアイの世界進出に力を貸してくれるのでしょうか。そして赤西さんが滝沢氏と手を取り合うことはあるのでしょうか。今後の動向に要注目です。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。